ねえセシル。何エミコ。ゲームで遊ぶのが面白いってのは私わかるよ。おお面白いよな。 FPS で敵をバンバン撃つのたまんないよな。 FPS って何。それも知らねえのかよ。 FPS はファーストパーソンシューティングゲーム、ゲームのキャラ視点でプレイするシューティングゲームのことだよ。でね、自分で遊ぶのが面白いってのはわかるけど、他人がゲームしてるのって見ても面白いの。面白いよ。だからこんだけ人気があって観客が集まってるんだろ。それがいまいちわかんないな。だって画面見てるだけでしょ。あ、例えばさ、プロレスってあるだろ。うん。自分でプロレスやったことなくてもプロレスの試合見るの面白いだろ。プロレス見ないからわかんない。じゃあ何見んだよ。母がオペラとかバレエ見るときについていくくらい。ブルジョワかよ。かも。否定しねえのかよ。じゃあいいよ、バレエやってなくてもバレエ見るのは面白いだろ。私バレエやってたよ。ブルジョワかよ。かも。もういいよ。とにかく自分で体験するのが難しい競技は見て面白いと思ってもその真髄は分かりにくいんだよ。でも e スポーツは自分で簡単にゲームを体験できるから、他人がすごいプレイやってるのを見たとき、マジですごいってよくわかんなよ。自分がやんない競技、例えばクリケットの試合とか見てもどこがどうすごいかちゃんとはわかんねえだろ。ハットトリック入ると燃えるよね。わかんのかよ。嘘、わかるふりしただけ。とにかく誰もが自分でプレイできる競技でこれだけすごいプレイを見せてくれるのが e スポーツの醍醐味の一つなんだよ。なるほど、なんとなくわかった。だろ。でも私このゲームやったことないよ。やった。